騎士くん、おはよう。朝から騎士くんに会えた。なんだか今日はいいことがありそう。うん。私が？そんなのいきなりすぎるよ。まだ心の準備が。でも私騎士君となら喜んで。ここって王宮？騎士君、どうしてここまで私を？あ、そうなんだ。そっか、そうだよね。うん、わかった。ちょっと待ってて。なんだ、付き合うってそういう。もう私ってば、早とちりにも程があるよ。すっごくドキドキしちゃったよ。君もギルドハウスに戻るところ？あ、レイさん。日和、何かあったの？近頃悩み事を抱え込んでるみたいだけど。あ、その実はこの前ね、ノエムちゃんとお話したんだけど。ノエム？ああ、無意味という少女の別名だったね。彼女とはどんな話を？それはこれは多分お前とレイにとってきっとすごく辛い話でもあるはずだ。それでもいいか？ノエムちゃんがそこまで言うってことはきっと本当に辛いお話なんだって思うけど、だからこそ逃げないでちゃんと向き合いたいんだ。逃げないで向き合いたい。あの時は確かにそう思ってたけど、でもあんなお話どうやってレイさんたちに伝えればいいのかな。日和が言いたくないなら無理には聞かないよ。今の私には受け止めきれるかわからないしね。レイさん？あ、そういえばレイさん、実家のお父さんのところに行ってお願いしてるんだっけ。魔族の人たちをまとめてペコさんに協力してくれるように。ああ、家出娘が久しぶりに顔を出したものだから父親には随分皮肉を言われたよ。名門貴族の一人としての自覚が足りないとか、冒険者などやめてしまえとかね。あとは早く身を固めて跡取りを作れだとかも言われたな。跡取り？まったく困ったものさ。そういうのが嫌で私は家を飛び出したというのにね。レイさん。ああ、心配しないでくれ。向こうの言うことをそのまま聞いてやるつもりはないよ。ネネカやクレジッタたちがあらかじめ交渉のカードを持たせてくれたからね。
カイザーインサイトに剥奪された権力を取り戻すのは父としても願ってやまないことだ。王宮とのつなぎ役になる私をこれまでのようには無下にできないはずさ。と言っても顔と顔を突き合わせるだけでも気持ち的にはかなり難儀だけどね。まったく強情で堅物な人だよ私の父親は。レイさん、その…あのね、レイさん、そのお父さんって本当のレイさんのお父さんなのかな。え、いきなり何を言うんだい日和。あんな人でも私にとっては一応たった一人の父のあんな姿を見て私は気づいたよ。憎くてしょうがない人でもやっぱり私の肉親で大切な人なんだと。あ、なんだ急にめまいが。レイさん、そうだ、違うんだ。私の父はゲームなんてしない、そんな人じゃない。子供の遊びに付き合ってくれるような普通の父親だったら私はどんなに。だが日和、それじゃあ私が父親と思っているあの魔族の男は誰だと言うんだ。わかんないけど、でもノエムちゃんが言うにはこの世界は一回作り直されたもので、でもその再構築っていうのがうまくいかずに歪んじゃって、その歪みを矛盾をみんなに気づかせないための魔法みたいなものが世界そのものにかかってるんだって。私もみんなもレイさんもやっぱりそうなのかも。世界が作り直された、そんなことがあるはずが。いや、でも今さっき私はこう思った、父はゲームなんてしないと。でもゲームとは何のことだ。それにこの違和感は。レイさん大丈夫？すまない、どうやら少し混乱しているみたいだ。でも今は情報が欲しい。もっと詳しく聞かせてくれ日和、ノエムと君が交わしたという話について。うん、失礼いたします。トゥインクルウィッシュの皆様はいらっしゃいますか。あ、ココロちゃん、どうしたんだ珍しく慌てて。それが一大事なのでございます。申し訳ありませんが、直ちに王宮へ同行いただけませんか。ユイ様もすでにシェフィー様や主様と一緒に向かわれております。こちらも大事な話をしようと思っていたところだが。わかった、行こう。君がそれほどに焦るなんてよほどの事態だろうしね。でも何があったのコッコロちゃん。そのにわかには信じがたいのですが、ネネカ様が誘拐されてしまったのです。ゆいちゃん、クリスティーナさんへの通信魔法つながりそうですか。うん、ダメみたい。クリスティーナさん3日前にお話しした時は
すごく元気そうだったんだけど。私もネネカへ通信魔法をしようとしてみたけど、さっぱりダメだわ。ネネカさんだけじゃなく、クリスティーナって人も。これって、やっぱり。皆様、レイ様と日和様をお連れいたしました。道すがら、コッコロから聞かせてもらったけど、本当なの？あのネネカが誘拐されてしまったなんて。本当みたいです。昨日はネネカさん王宮にいたんですけれど、護衛をしていたマサキさんがひどい状態で見つかったわ。そしてネネカさんの方はいくら探しても影も形もで。マサキさん大丈夫なの？まあどうにかね。でも私とコロスケの回復魔法だけじゃ死んでたわね、多分あれ。はい、ユイ様がお力を貸してくださってようやくでした。それでさっき少しだけ意識を回復したマサキさんが言ってたの、ネネカさんが誘拐されたって。驚いたな。彼女はセブンクラウンズ、指折りの実力者のはずだ。そうだよね。それにマサキさんだっていたのに二人ともやっつけられちゃうだなんて。はい、私たちも本当にびっくりしてるところなんです。でも事実としてネネカさんとは連絡が取れなくなってしまっているわけだし、一体誰がこんなことしたのかしら。ネネカ様は仮面をつけた謎の女性と一緒に空間の穴に吸い込まれてしまったそうです。途中でマサキ様が意識を失ってしまったため、それ以上のことは聞けませんでしたが。仮面の女性か。それだけでは手がかりが少なすぎるな。仮面なんて誰でもつけられるもんね。そうね。マサキさんが見たっていう空間の穴って空間跳躍なのかしら。誰かを無理やり連れ去るほどの空間跳躍を使える人なんて、行方不明のラジラジさんと幽閉中のカイザーインサイトさん、あとは。可能性があるとしたらレイジレギオンの連中かしら。王宮の周りには空間跳躍を妨害する結界をかけてもらっているんですけど、あの人たちならそれを破っても不思議じゃないかもですね。彼らの狙いの一つはセブンクラウンズを捕らえることらしいので、動機の面でも頷けますね。確かに彼らが相手となるとネネカやマサキが不覚を取らされてしまう可能性も全くないとは言えないな。どうもそれだけじゃないみたいなの。さっきユイに試してもらったんだけど、クリスティーナのやつにも連絡がつかなくて。捕まっちゃってるかもってこと？クリスティーナさんの方はまだわからないよ。もしかしたらたまたま通信魔法を受けられない状況なだけかもしれないし。そうね、しばらく私とユイでクリスティーナに通信魔法を試してみるわ、交代でね。すみません、お願いします。実はチカローの方でも兵士の人や貴族の人たちが行方不明になっちゃったんですが、これもレイジレギオンの人たちのせいなのか調べてもらってる最中です。んでどうするの？このまま連中にやられっぱなしなわけ？そうですね。それじゃあレイジレギオンの拠点に乗り込んじゃいますか。
レイジレギオンの拠点に乗り込むって。本気なの？ペコリーヌちゃん、そもそも彼らの拠点の場所は分かっているのか？はい、おそらくは城の玉座にこんな紙切れが残っていたんですが、ひょっとしてネネカさんが？地図に印がついてるわね。海の上かしら。根拠はもう一つ。これは王宮への陳述書にあったんですが、この海域には最近になって一夜にして島ができたんだそうです。時期的には私たちがカイザーインサイトを倒した直後みたいでした。それに魔物がうようよしていて上陸は難しいそうなんですが、漁師さんが孤島の上空に緑色の骨のワイバーンを見たそうなんです。それにそのワイバーンの背に乗る女の子も。それはもしやランファ様？あの人も骨のワイバーンを刺激してたよね。正確には何かで作った魔法生物みたいだったけど。つまりその孤島にレイジレギオンの拠点があるかもしれないのね。この陳述書だけだと正直なところ眉唾で、敵の罠って可能性も高かったですし、誰かを調査に行かせるわけにもって思ってたんですが、ネネカさんが最後に残したメモも同じ場所を示しているなら乗り込んでみる価値はあると思います。そこへ行くとペコリーヌ、あんたが乗り込むってのもどうなのかって思うわよ。そうだね、我々に任せて君は待っている方がいいんじゃないかと思う。何せ君はこの国の指導者なんだから。それはそうなんですが、つい飛び出したくなってしまう自分の癖、王女としては良くないってさすがにもう分かってますよ。でもここは行かないわけにもいきません。レイジレギオンはランドソルの攻撃も企んでるそうですし、彼らを止めるのは国家の平和のために必要なことです。それにネネカさんには私たくさん影武者してもらいました。もちろん利益があるから協力してくれてたんでしょうけど、でもでもですね、お世話になったことには変わりないですし、それに私としては今後ともネネカさんに影武者をお願いしたいと思ってるんです。ここだけの話っていうか、ちょっと情けない話ですけど、たまにお忍びで出歩かないと私ペコペコになっていつか倒れちゃいますから。ペコリーヌ様、それならしょうがない。いい話っぽくまとめようとしてんじゃないわよ。それあんた自身が危ない橋渡る理由になってないんじゃないの。ヤルちゃん、ペコリーヌちゃんのことが心配なんだね。私が言いたいのはミイラ取りがミイラになったらアホでしょってことだけよ。そうなんですけどね。でも遠くの海の孤島となると大勢の軍隊を率いて攻め込むっていうのは難しいですし。ということは少人数で奇襲を仕掛けるわけか。はい、もしできればトゥインクルウィッシュの皆さんにも協力してもらえると助かるんですが。うん、ネネカさんも。それにもしかしたら一緒に捕まっちゃってるかもしれないクリスティーナさんも。必ず助けようね。ああ、そうだな、私たちでよければ協力は惜しまない。そうだろ、日和？うん、もちろんだよ。レッツゴーゴー。日和ちゃん、
いつもなら真っ先に助けに行こうよって言い出しそうなのに。私はみんなほど戦えるわけじゃないけれど、でも一緒に行かせてもらってもいいかしら。足手まといにはならないようにするから。もちろんです、シェフィーちゃん。みんな揃って美食殿ですからね。まあそうね。今回はレイジレギオンを一人残らずやっつけるのが目的ってわけじゃないし、危なくなったらとっとと尻尾巻いて逃げちゃいましょう。はい、戦いを回避できればそれに越したことはありませんが、敵地に飛び込むわけですから入念に準備してまいりましょう。準備って言えば、目的地ってすっごく遠い海の上なんだよね。どうやって行くの？ペイン魔法の結界を使えば帰ってくる方はすぐできると思うけど。はい、それはですね、それはまだ決めてませんでした。かっくあのですね、お姫様、不敬を承知で申し上げますが、私大反対でございましてよ。一国の主たる者が鉄砲玉のように敵陣へ乗り込むなどと。すみません。まあ事情は何度も説明していただきましたし、方法はさておくとして、レイジレギオンに対処せねばならないということくらい私にも分かっておりますわ。いくら協力者とはいえ、魔法使い一人取り返すのにお姫様が出張るというのはやはりおかしな話にしか思えませんけど、とはいえ還元を尽くしても主君たる者の心を動かせないようであれば、そこから先は不満を噛み殺し、主君の本懐のため力を尽くす。きっとそれが良き進化のありようなのでしょうね。クレジットさん来たようですわよ。あお待たせいたしましたよ。メルクリウス財団回収型飛空艇ただいま到着ですわ。急な召集に応じていただき感謝いたします、メルクリウス財団。まあまあ、クレジッタさん、リッチモンド商工会を解雇になったと聞いて心配しておりましたけど、お元気そうで何よりですわ。文字面だけなら皮肉以外の何者でもありませんのに、 100% 本気で心配しているのですから驚嘆いたしますわね。秋野さん、ありがとうございます。無茶なお願いを聞いてくれて。どういたしまして、姫様。レイジレギオンからは、私たちもランドセルの市場も大きな損害を被りましたし、協力は惜しみませんわ。本当にありがとうございます。でも、移動手段さえ貸してもらえれば、あとは大丈夫です。これから行く先には危険もありますから。操縦は船にかけられた魔法がサポートしてくれますし、ただ目的地に向かって飛ばすだけならそこまで難しくはありませんけれど、でも本当に無茶をおっしゃられますわね。飛空艇で海の向こうの敵陣へ乗り込もうだなんて。お姫様、念のためですが、あの船はくれぐれも無傷でメルクリウス財団に返却してくださいましね。
ランドセル復興のため国の帳簿は火の車、この上さらに飛空艇を弁償するような余裕、財布を逆さに振ってもありませんでしたよ。はい、くれぐれも気をつけますね。そうですわね。せっかくビースト族の国との交易が軌道に乗り始めてきたところです。もう少ししたら他国の珍しい食材も市場に出回ると思いますわ。あ、本当ですか？それは楽しみです。ええ、ですので皆様無事のご帰還を。怪我などしたら美味しい食事がお預けになってしまいますからね。はい。今日のご飯とっても美味しかったです、アゾールドさん。恐れ入ります。やっとのことで家事専用のオムニフォークを動かすだけの余裕ができましたので。へっ、ランファの作る焦げた飯よりか人形どもの飯の方が多少はマシだな。体はもういいの、アゾール。もうおかげさまですっかりと十分な休養をいただきましたゆえ、腰の痛みもだいぶ改善いたしました。よかったですね、アゾールドさん。本当に。こちらこそ本当にありがとうございました。それにどうやら私が静養している間に随分と事態が動いたようで。そろそろ尋ねなくてはと思っていたのだ、ミソラ。はい、何でしょう。メタモルレグナントとレジーナ下手、あの二人をお前はどうやって倒した？だよな、ったく、てめえ一人で手柄立てちまいやがって。もう、ゼーンさんたら、私一人じゃあのお二人を倒せるわけないじゃないですか。でもでも要は倒さなくっても捕まえられればいいわけですから。居場所を突き止めたらこそーっとお食事にお薬をポタッとです。何も力押しだけが勝つ方法じゃないですからね。なるほど、すごいわミソラちゃん。ひっ、ですが言うはやすし行うはかたしではありませんかな。特にメタモルレグナントの方は。アゾールドさん、信じてくれないんですか？信じがたい気持ちはわかるが、事実としてミソラは両名を捕らえ、この拠点に拘束している。さようですな。結果を見れば我々の目的達成は大きく近づきました。そうよね、ミソラちゃんだけじゃなく私たちも頑張らなきゃ。アストルム内に残るセブンクラウンズはあと2名。クイーンラビリンスとカイザーインサイトだな。クイーンラビリンスさんの行方の方は最近ちょこちょこ情報が入ってくるんですけどね。何回かゼーンさんに向かってもらったこともありましたけど。どれも無駄足か、あるいは罠に過ぎなかった。
わざと影を踏まされているような印象がある。偽の情報で誘い込んでこちらを狩る狙いか、あるいは自らをおとりとした時間稼ぎといったところでしょうかな。時間稼ぎ？そりゃ何のためだっつーんだよ。現状では確かなことは言えませんが、彼女は我々の目的を知っている節があります。そしてこの世界の真実についても相応の知識を持っているでしょう。であるなら彼女の行動指針もどこを目指しているかはおのずと想像がつくかと。何せ彼女モサクジアキラは開発者ですゆえ。ふん、それってなんだ、クイーンラビリンスのやつをほっとくとこの世界を元に戻しちまうかもしれねえってことか。それは困るわ。あちらでは叶わない願いだからこそ私こちらに来たのに。そうですね、こっちで叶えた願いはあっちにも影響を及ぼすそうですけど、それってこっちがあってこその話ですからね。じゃあ改めてクイーンラビリンスを狙うとすっか。やつとやつのプリンセスナイトをな。いや、ここは先にカイザーインサイトを取るべきだ。ああ、なんでだよ。ゼン、メタモルレグナントを仕留めた以上、カイザーインサイトを封じる結界は以前より破りやすくなっているはずだ。それに現状でカイザーインサイトの幽閉に関わっているのがクイーンラビリンスのみであるなら、ここでクイーンラビリンスまで我らが抑えた場合、カイザーインサイトが結界から出てきてしまうかも。ああ、その可能性は十分にある。チッ、ビビってんじゃねえっての。無意な戦いをせずとも目的を達せられるならそうすべきだろう、ミソラのようにな。そうですそうです。それにカイザーインサイトさんを狙ったらまたクイーンラビリンスさんが顔を出してくるかもですしね。あの時は私とカリザ君、それにゼーン君の3人で向かって失敗してしまいましたからな。同じ鉄を踏まぬよう慎重に作戦を練らなくてはなりません。それなら今度は私も一緒に。一緒に行くのはどうかしら。ああ、5人がかりっつうことかよ。わあ、それとっても楽しそうですね。ですが捕らえたセブンクラウンズたちを奪われぬようどなたかはこのアジトに残る必要があるでしょう。それにこれまでは同士打ちを避けるためなるべく単独で戦闘するようにしておりましたが、私が前にカリザ君のお供をさせていただいた時はサポート役でしたし、大江戸の時はプリンセスナイトの夢の中だったからいいけどよ、ランファの歌とミソラのヘッポコ射撃は乱戦になったら巻き込まれそうで怖えよな。そんなことないですよ、ちゃんと狙いますって。ああ、もし背中を撃たれても我慢すればいい。我慢できんのはてめえぐらいだっつーの。そのみんなを巻
ないように気をつけるからね。ライカさん？なんだよ、らしくねえな、ボソボソ女。てめえ戦うのは好きじゃねえだろうが。戦いになりそうな気がしてとても怖いけど、もし残り二人のセブンクラウンズを捕らえられたら、このギルドも目的を終えることになるわけだから。そうですね。こうして皆さんと一緒にご飯を食べる機会もなくなっちゃうかもですね。そうよね。私、あちらでは誰とも仲良くなれなくて、このギルドは最初はただ願いを叶えたい人が集まっただけと思っていたけど、でもみんながこんな私を嫌わないでくれて、ミソラちゃんはお友達って言ってくれて、私だけじゃなく、みんなにも願いを叶えてほしいってそう思うの。そのためになら私一生懸命頑張るから。ラウマさん、何やら面はゆいですな。私も譲れぬ願いはありますが、ランファ城や皆様の願いもぜひ叶えていただきたいと、そう思っておりますよ。同感だ。むしろ俺は、もしセブンクラウンズを4人までしか取れないようであるなら、願いを叶える席は4つまでしか開かないとなるのだ。俺の分をお前たちに譲ることも構わない。そう、ゼームさん。てめえマジで言ってんのかよ。ああ、以前言った通り、俺の願いは失った記憶を取り戻すことだが、そこにはお前たちほどの切実さはなく、それに手段の方もまた他にないとも限らないからだ。ゼーンさん、それはダメですって。せっかくみんなで頑張ってきたんですもん。願いを叶えるときはみんなで一緒にですよ。そうですね。どの道非道を進むならば、せめて共に歩む者のことくらいは見捨てずいきたいものです。きっ、どいつもこいつもお優しい子ってな。本人がいらねえっつんならそれでいいだろうによ。ゼーンがいらねえってんなら俺がもらってやるぜ。誰も俺に指図しない、逆らわない世界以外にも叶えたい願いは山ほどあるからな。それにランファも、何が嫌わないでくれてだっつんだよ。温泉でてめえとミソラに縛られたこと俺はまだ恨んでっからな。もうカリザ君ってば、今すっごいいい空気だったじゃないですか。おいや、ほべたついだね。でも
ならば必ずやカイザーインサイトとクイーンラビリンスを捕らえ、我々の願いを叶え、そしてまたこの場で共に食事をするとしよう。ええ、その時は今日よりさらに腕によりをかけましょうとも。へっ、作るのはてめえじゃなくて人形だろうがっての。楽しみ。それじゃあみんなの気持ちが一つになったところで、勝利のための作戦会議しましょっか。それじゃあクレジットさん、行ってきます。へいか。お留守番くれぐれもよろしくお願いします。ジュンさんやナイトメアの皆さんと仲良くしてくださいね。ユスティアナ陛下、どうぞお気をつけくださいまし。そして無事のお戻りを。私陛下に忠誠を誓うと申し上げましたけど、この国自体に忠誠を誓ったわけではございませんでしたよ。はい、ネネカさんを連れて必ず無事に戻ってきますから。あ、すると私がいない間の内政の実務はクレジットさんたちにお任せしちゃいますので、よろしくお願いしますね。さすがのクレジットも気がかりですか。気持ちはわかります。いくら陛下がお強く頼れる仲間の方々がいると言っても、ろくに下調べもしないまま敵陣に乗り込むなど、あまりに無謀すぎて。内政の実務はお任せしちゃいます。本当にもう甘っちょろお姫様なんですから。してならばこの国の実権は今やすべてこの私のもの。ささ、まずは何をどうしてくれちゃいましょうかしら。メモ、メモ何？あ、ちょっとちょっと、秘書一号、ツッコミの一つも入れず何をメモしておりますの。ああ、お気になさらず、私は私の仕事をしているだけのことですので。仕事？はい、陛下がご帰還なさった際、不在中のクレジッタの言動をつまびらかにお伝えするという大事な仕事です。ちょ、ちくりですの？内通するとおっしゃいますの、秘書1号。そのようなことは決して。私はただあなたのありのままを伝えるだけですよ、クレジッタ。もうさっきのは冗談ですわよ。というか内政を任されたのは事実でしょうが、それにあなたその継承略をおやめなさいったら、週末に一杯おごることを条件に元の呼び名にすると約束したでしょう。ほら、そういえばそうでしたね、クレジッタ様。つい絶対絶対わざとですわね、まったく。もうそんなことはどうでもいいとして、よいしょっと。なんですのこの書類の束は。はい、クレジット様は現在陛下より内政の実務を一任されておりますので、相応に仕事をしていただこうかと。通常の庶務雑務、予算の配分、各ギルドとの臨時法案の調整並びに貴族議会がこれまで分担していた諸々の業務などなどが大量に溜まってしまっております。あ、書類はまだまだありますよ。はあ、陛下が無事に帰ってくるより先に私が過労で倒れるかもしれませんわね。大丈夫です、クレジット様は体力だけは人一倍ですし、それにご安心を。私もお手伝いしますので、定時までは。やるわよ
よ。もうやってやりますわよ。ギャルちゃん、船の操縦はどうですか？余裕よ余裕。自分の魔力で空を飛ぶよりよっぽど簡単だわ。そうなんだ、すごいね、キャルちゃん。さすがだわ、キャル。キャル様は天才ですからね。はいはい、ありがとうありがとう。っていうか、まっすぐ飛ぶだけなら勝手にやってくれるみたいだし、やることなくて逆に暇だわ。なあ、気になっていたんだが、この船の大きさなら私たち8人が乗っていてももう少しスピードが出るんじゃないか？そうね、バランスが少し前に寄っている気もするし、確かにね。余計な荷物でも乗せてんのかしら。さっき中を探検してみたんだけど、寝るところ以外の船室に木箱がたくさん詰まってたよ。メルクリウス財団さんの荷物かな。あ、それ私が積んでもらった荷物です。パンとかビスケットとか缶詰とか、あとお水も。やっぱあんたがアホリール。あんたの夜食にしたって船が傾くほど積まなくていいでしょうが。まあ確かに、予定では明日の朝には着くんだしね。いえいえ、私だけのご飯じゃないですよ。となると私たち全員のですか？それにしてはかなり多いような。私朝はちょっとで大丈夫だし。でも今回は下調べもしていない場所に乗り込むわけですからね。行く先で食材の確保ができるかどうかわからないですし、それに場合によっては連戦になっちゃうかもなので。連戦、そうか。プリンセスフォームで戦った後は何か腹に入れないといけないからね。最初の頃よりもだいぶマシになったけどね。パワーアップしてられる時間も長くなったみたいだし。そんなわけです。荷物はたくさんですけど、船室で眠れるくらいのスペースは確保してありますから。そうね、キャルにばかり操縦を任せるわけにもいかないし、ローテーションを組んで交代で休むことにしましょう。うん、島に着いたらどうなるかわからないもんね。できるだけ戦闘は避けたいけれど。レイジレギオンの人たちと遭遇したらそうも言ってられなくなっちゃうよね。きっと厳しい戦いになると思います。だから皆さん今のうちに。風があるから思ったより冷えるわね。そろそろ日も沈むし。そうでございますね。あのキャル様。何よ。トイレなら船室の端っこよ。いえ、お手洗いではなくて、その今回も海山インサイトとの戦い同様厳しい戦いになるとは思います。ですが戦いが終わったその後もまた新たな大きな困難に立ち向かわなくてはならないと。
私はそんな気がするのです。ギャル様、どうか力を貸していただけますか。おう、コロスケあんたね、縁起悪いのよ。この戦いが終わったらなんて話するの。でもま、あんたが大変だってなら私の手くらい貸してやるわよ。わざわざお願いされなくったってね。はい、感謝いたします、ギャル様。そう、この先レイジレギオンの脅威がなくなれば、私たちはラビリスタ様と力を合わせ、より大きな困難と対峙しなくてはならないはずです。私たち全員が現実へと帰還するために。もぐもぐ、うん、お夕飯の後のクリームビスケットたまらないですね。まったく、あんなに夕飯を食べた後にまだ食べるの？最後の晩餐ってわけじゃないですよ。でも王宮だとあんまり自由におやつを食べたりできなくて。王宮か。その、私の父親が戻ったせいで雰囲気がギクシャクしたりしていないだろうか。あの人は視覚紙面を絵に描いたような人だから。いえいえ大丈夫ですよ。ただまあ、レイさんのお父さんからはレイさんが冒険者を辞めるように説得してくれないかって頼まれちゃいましたけど。あ、もちろん私はそんなこと言うつもりないですよ。レイさんが冒険者をしているからこそ今こうして同じ船に乗っているわけですし。やれやれ、まったくあの人は。仮にも主に向かって娘の進路を訴えるなんてね。レイさん、改めてありがとうございます。魔族の皆さんと協力しやすくなるようにしてくれて。それからごめんなさい、お父さんとの話し合いのためにやっぱり辛い気持ちにさせてしまったみたいで。前にも言ったが気にしないでくれ。いつまでも避け続けているわけにもいかない問題だったから、むしろ機会をくれてよかったと思っているよ。それにあの人は本当の父親かどうかわからないからね。え？ああ、いや、なんでもない。忘れてくれ。あ、はい。本当の父親かどうかわからない。そうです。確かに。あの人が言うように、本当に現実があるなら、改ざんインサイトに魔力を吸い取られて、目覚めないままの私の両親も、もしかしたら。レギオンのアジトがある島に着くんだし、そうしたら戦いになってしまうかもだし。でも大丈夫よ。戦うのは私もあまり好きじゃないけど、それよりもあなたやみんなが傷つく方が怖いから。ええ、ありがとう。あのね、私ちょっと気になっていることがあって。この前大江戸に行った時、美空に無理やり見せられた夢の景色覚えているかしら。ママ怖い怖い。
なくていいから。もうそうじゃなくって、あの場所、大江戸ともランドサルとも全然違っていて、まるで異世界みたいだったけれど、でもなんだか私見覚えがある気がするの。ああいう場所、そんな気がするっていうだけなんだけど。ねえ、あなたはどう？あのおかしな場所、見覚えあった？本当に？もしそうなら、私とあなたは同じ場所から来た、なんて可能性もあるのかしら。あ、でもそれじゃ、ミソラもってことになっちゃうわよね。あの場所って、夢の中でミソラが強くイメージした場所なんだから。もうちょっと詳しく、あの場所のことを思い出せたらいいんだけど。でも、あの場所のことを考え続けていると、なぜか頭痛がするの。夢の中でもそうだったけど、それにこの頭痛がした後ってあの変な世界の光景を思い出しにくくなってる気がするのよね。何なのかしらこれ。大丈夫、そんなに心配そうにしないで。記憶探しもしなくちゃだけど、今は大きな戦いの前なんだし、ちゃんとそっちに集中するわ。だって今の私にとって大事なのは、なくした記憶よりも一緒にいてくれるみんななんだからね。ひよりちゃん。なに、ゆいちゃん。もうすぐ朝だけど、眠くない？大丈夫？大丈夫だよ。夕方にたくさん寝たし、さっきはコーヒーも飲んだし。そっか。それなら大丈夫だよね。そのね、気になってたんだけど、ひよりちゃん最近元気がないみたいだけど平気？それはそんなことないよ。私は元気、全然元気。レイジレギオンの人たちもえーってやっつけちゃうんだから。本当に？それならいいんだけど。ゆいちゃん、本当はもっと私にいろいろ聞き出そう。多分私が何か知って抱え込んでること気づいてるんだ。そうだよね、仲間だもんね。でもゆいちゃんには前に私準備ができたらちゃんとお話しするからって言っちゃったから、ゆいちゃん聞きたい気持ちを我慢して待ってくれてるんだよね。でも言えない、まだ言えないよ。だってもしノエムちゃんの言ってたことが全部本当だったとしたら、ゆいちゃんが岸くんにしたら、
それが本当なら私は日和ちゃん。ごめん、私朝ごはんの準備してくるね。何かあったら呼んで。日和ちゃん、やっぱり私に言えないことはあるのかな。でもいつもまっすぐな日和ちゃんがあんな風にためらうなんて、そんなに悪い話なの？私は。草野ゆい！何もかも全部お前のせいだ！お前があんな願いを叶えたから！あの時ノイムちゃんは、私が何かを願ったからこんなことになったって言ってたけど、でもそれっておかしいよね。だって私たちまだソルの塔の一番上まで登れてないもん。ソルオーブだってまだ集め終わってないし、それに私がそんなひどい願い事するなんてするはずない。私の願いはそんなものじゃないのに。私は諸悪の根源。諸悪の根源め、ここで死ね！誉さんもノエムちゃんも、どうして私をあんな風に呼ぶの？日和ちゃんもレイちゃんも、誰もどうして何にも言ってくれないの？もし本当に私が悪いなら、そう言ってくれないと分かんないよ。あれ、騎士君、どうしたの？まだ時間じゃないのに。そっか、そうだよね。予定通りならもう何時間かで到着だし、緊張しちゃうよね。その、ちょっと騎士君、優しいな。本当に優しい。でもだからこそ余計な心配はかけたくない。騎士君に嫌われたくない。だって私は騎士君のことが何でもないよ。騎士君、そうだよね。言わなきゃ、ちゃんと言わなきゃ。大事なこと。そのあのね、騎士君、私、あなたのことが、好きです。言えた。やっとちゃんと。ごめんね。私たらこんな時に、これから大事な戦いが始まるっていうのに。ヒュイ。その、
だから、続きは、戦いが終わったら、この続きのことを、お話しさせてほしいな。うん。アジトがあるのはこの島で間違いないのですね。航路的には間違ってないはずよ。周りは見渡す限り海で、他に何にもなかったでしょ。そこら中魔物だらけだし、木どころか草の一本も生えてないし、こんなところ人が住んでるとは思えないけど。でもレイジレギオンの人たちは空間条約を使えるんだし、殺風景でも魔物でも関係ないのかも。とりあえず魔物は片付いたみたいだね。みんな怪我はない？まだ敵のアジトにもたどり着いていないんだもの。こんなところで苦戦してられないわよね。でも魔物たちの数が多かったから結構騒ぎになっちゃったかも。もうちょっと穏便に静かに上陸したかったですけど、しょうがないですね。こんなに魔物だらけとは思いませんでしたから。まあそもそも空から乗り込んでる時点で隠密作戦って感じじゃなかったしね。だが奇襲ならばまだ成立するはずだよ。ここからは時間との勝負だ。あっちに、島の真ん中に塔みたいなのが見えるわね。さほど大きい島ではないようですし、他に建造物らしきものも見当たりません。レイジレギオンの拠点があるとしたら、あの塔が一番怪しいですが。よし、行きましょう皆さん。走りながら作戦を確認するわよ。レイジレギオンの連中に遭遇したとして、連中が4人以上ならどうするんだっけ、シェフィー。全力で逃げるわ。あいつらが勢ぞろいしてないことを祈るしかないわね。彼らとてセブンクラウンズを探しているわけだし、その可能性は高いと思うが。2人か3人と遭遇したときはコロスケ、誰かがおとりとなって1対1を1つ、3人の場合は1対1を2つ作り、残った相手を集中で攻撃いたします。前のときはこっちが4人がかりでアゾールドさんって人を倒せたもんね。ギリギリだったけど。じゃあ敵が一人だけの時は日和。うん、その時は全力で速攻でやっつける。
敵の応援が来てしまう前に倒すことができれば、一人だけと遭遇するパターンが最善ですね。え？誰とも遭遇しない場合じゃなくて？はい。これまではこっちが仕掛けられてばかりで、いつも後手後手でしたけど、今回は初めてこっちが攻撃する側ですから、この機会に少しでもレイジレギオンの戦力を削ってしまいたいです。そうね、珍しくまともなこと言うじゃない、ペコリーヌ。つまり私たちの目標は、どこかに囚われているはずのネネカ様たちを探し救い出しつつ、レイジレギオンを一人でも多く倒すということだな。そう聞くとなんだかとっても大変そうだけど。みんな待って、シェフィーちゃん、何か来る正面。また魔物？うん、あれは。あの人は？レイジレギオンのギルドマスター、ゼーンさん。用件は？これ以上、ランドソルに手出しさせないために、あなたたちを止めに来たんです。そうか。それだけですか？ああ。他のレイジレギオンの皆様は？ここにはいない。俺一人で十分だ。レギオンのギルドマスター、一つ言っておく。お前たち引き返すのなら今のうちだ。だがお前たちなら離脱する手段の一つくらいあるだろう。もしこの場にとどまるというなら排除する。来るか？待って、その前に、あなたもしかしてドラゴン族なの？そうだ、お前もそのようだな。
シェフィー様。ドラゴン族ってかなり珍しい種族みたいだけど、これまでに私、誉さんやそのお供の人とか何人かに会ったことがある。でも誉さんとかと話してもこんな気分にはならなかった。それなのに、あの人、何？なんでこんなに心がざわつくの？今のうちに耳を貸してください、皆さん。え？キャルちゃん、ユイちゃん、ギルドハウスに作った結界に戻るための一方通行の空間跳躍は使えそうですか？そりゃ使おうと思えば使えるけど。ランドセルに戻るの？ペコリーヌちゃん。いえ、違います。一番強そうな人が出てきちゃったのは正直言って予想外ですけど、でも本当にあの人だけならこれはチャンスかもです。相手は一人、さっきの作戦の中でも最善のパターンではありますね。はい、船と食料がやられちゃったのは痛いですけど、退路はまだ残っています。となれば、あの男と戦うだけ戦ってみて、倒せるならそれでよし。そうならなかった時は魔法でパーッと引き返しちゃおうってことだね。話し合いはそろそろ済んだ。待ってくれたの？意外と律儀なことなのでしょうか。ですが、実力は本物よ。ラビリスタでも防戦一方だったって話だし、気を抜いたら一瞬でやられるわ。はい、作戦通り全力で速攻で行きましょう。お願いします。プリンセスフォーム！